プロボクシング6 0キロ契約10回戦、2023年4月1日東京、後楽園ホール、元 IBF 世界スーパーフェザー級王者の小川健一、35イコール定見、が約10ヶ月ぶりの再起戦を白星で飾った。暗いセッタポン、36体、を3度倒して5回 TKO 勝ちした。5回に右ボディで膝をつかせると、 右ストレートで2度ガンのダウンを奪い、再開直後のウイチパツで倒してレフェリーストップとなった。戦績は小川が27勝、19KO、2敗1分け1無効試合、セッタポンが32勝、22KO、10敗。小川は昨年6月に敵地のイギリスカーディフで上コーディナ三31イコールイギリスに2回 KO 負けして世界王座から陥落。 再起にあたっては約5年前から違和感があった右肩を昨年8月に手術し、同年10月からジムワークを再開していた。場内から小川コール、お詫び、最高です。相手の距離が遠くて最初は戸惑ったが、下から崩して上というのができた。満足している、と話した。前回、無様に倒されたので、自分がどのぐらいの位置にいるのか不安でもあった、と明かしながらも。 右肩はブンブン振りすぎたけど完治しているのであとは伸びるだけと不安は解消している様子負けても世界の上位ランクにいる今年チャンスを自分で掴み取ってコーディナにリベンジしたいとリベンジを誓った